ネッツトヨタ山形は15日、独自の地域通貨、ネッツ山形コインの利用を、県内加盟店、約700店で、スタートさせました。初日は、山形市の、のし梅本舗、佐藤屋で、利用実演が行われました。新車の場合は、3万円分のお値引きに 10% のプレミアムを付けして、3万3000コインでの渡し。中古車の場合は、通常1万円分の値引き分に、10% のプレミアムをお付けして1万1000コインでお渡しをしています。コインを使った買い物のデモンストレーションが行われました。QR コードを読み取ります。QR コードを読み取ると金額を入力する画面が出てきます。金額をご入力し、サポート前をお見せください。じゃあここで、では入力します。はい、まあ、金額が間違いないことをよろしいですか。はい、で決定するを押します。はい、決定すると1916円ですね。はい、はい、こういったネポポンという音が流れます。ネポポンは熱山形の公式キャラクターで、社長、改めて使い勝手の方は。はい、私でもすぐできました。わかりやすくできます。車を購入されたことをきっかけにして新しいお客様との出会いがあったりとか、そういったことにすごい期待をしています。すごく下世話な話になっちゃうんですけども、手数料というのは結構大きくって、使うのはいいんだけれども持ってかれる分大きいなっていうのが障壁になることが大きいんですけども、 100% 自社で使っていただけるお金ということなので、そこは最大のメリットだなというふうに思っています。加盟店様が329社、そして店舗数で言いますと709店舗でございます。県内で流通する熱コインは1829万コインです。で、多分年内はですね、約6000万コインが流通するというふうに思ってます。1年間で1億コインが山形県の中で流通すればですね、これ大変面白いなというふうに思ってますんで、ご期待ください。長いお付き合い私たちもしたいもんですから、車検だったり、またタイヤだったり、またご来店だったり、こういう時にですね、どういうふうにお客様にポイントを渡しをしていくのかというのは、次の課題として今考えています。